ちは。こんにちは。なんか通った。今回は、はい、あのぼんじりが好きなメンバーがいまして、はい、ぼんじりを注文してもらってました。はい、でもそのメンバーは釣りに行っちゃってるので、はい、まあ、今日の夜食べてもらうわけですが、はい、今回はハッシュドぼんじりを作ります。おほほほ。でなんかぼんじりでなんか料理あるかなって探したらなんかクックパッドであったから、これに一アレンジ加えてハッシュドぼんじり、はい、カレーみたいな感じ。あ、で材料の発表します。はい、まずぼんじり、ぼんじり、鶏胸肉で、これは僕のアレンジ、アサリ。おお、アサリが入ってる。にんにく、赤ワイン、カットトマト、ハッシュドビーフ、マギーブイヨン、ニンニク生姜、あとクミンとかスパイス入れたらいいんじゃないでしょうか。おーい、ということでやっていきます。まずは胸押し、ぼんじり用の下処理をしたいです。な鶏もも肉切ってください。おい、じゃあ僕ニンニク切りますね。絶対これ逆よね、ニンニクとあれ。ありがとう。こんなニンニク初めて見た。ほんとそれ、こうすんのかな。初めて見た、ほら。すげえ、なにそれ。しかもこれ地元で採れたやつだよ。じゃあニンニクちょっと多めに入れてきますね。初めて見た。で、鶏肉は一口大ですか。鶏一口大です。うん、一口大でお願いします。ニンニクをまず、ジャンボニンニクのあれかもしれないな、流れのやつかな。それにしてもすごいね。ね、でオリーブオイルを敷いて、まあ、ニンニク、あの、パスタ作る感覚じゃないでしょうかね。あ、なるほど。オイルを多めに敷きまして、揚げていきます。ちょっとずつ加熱していきます。はい。そこに、ちょっと大きめとかでも。うん、いいよ。じゃあフライパンに塩コショウ入れます。はい、塩コショウをさささっと振りかけて、スパイスも入れましょうね。今回は クミンを入れましょうか。いろいろ入れていいと思うから、ちょっとなんか香辛料的なやつを探して適当に好みで入れていきましょう。クミン、シュシュシュ、ナツメグとかね、なんか知らんけどパセリも入れとこう。絶対間違えてるけど。パセリ香辛料じゃない。香辛料じゃない。じゃあバジルも入れよう。バジルもちょちょちょ。ローズマリー。タイム。いいじゃないですか。ほいほい。ほやろ。タイムをちょちょちょっと。こんな感じで香辛料を加えて鶏もも肉を、焼きます。焼きますよ。鶏もも肉も焼きます。で、これが焼けたらもうぼんじりを入れます。はい、じゃあぼんじりをすみませんが 200g ぐらい、はい、どうにか分けてください。まだ固まってますが、で、ちょっと僕アサリを入れたいなと思っているので、アサリを入れる準備を。これってもう茹でないとダメなのか。茹でます。茹でるでいいと思います。間違えてたらすみませんね、皆さん。茹でておきます。まあ 200g 大体でいいですよ。はい、そう、大体があんまり分かんないな。大体肉を焼いていきます。あ、ありがとうございます。本来ここに赤ワイン入れたりしてなんか下味つけるのが本当なんだけど、ちょっと冷凍されてたし。あ、結構それいける。あ、いきますね。あとワイン入れたら溶けるだろうね。赤ワインをちょっと入れて分量解です。 OK でしょう。 OK、 じゃあぼんじりを入れていきます。はい、お願いします。もうだいぶ絡みましたよ。ありがとう。もうそれやってる。Thank you。赤ワインが入んないように。はい。で、ぼんじりも一緒に入っていきます。あ、色が。はい。ありがとうございます。はい、胸押しお願いがあるのですが、はい。マギーブイ、あ、赤ワインを 300cc 準備してください。はい。マギーブイヨンって結局これ、海の 魚介のあれなんだよね。だしだよね。要はあの本だしとかコンソメの
洋食バージョン、それの洋風バージョンみたいですね。300ミリリットル、 300ミシシッですね。はい、はい、ありがとうございます。どうぞ。ありがとう。こういうさ、大体日本の料理って砂糖、醤油、みりんじゃん。うんうん。で、どっかに行くと、とりあえずトマトばっかり入れるやん。うんうんうん。で、こっち系も好きなんだよね。ワイン、トマト、ブイヨンを入れるって。あんまりこういう系作んないから、ちょっと勉強になるよね。確かに。洋風はこういうのを入れるのか、的な。全然わかんないね。ごめん、全部雑用ばっかで悪いけど、今度これを。オッケー。本当に申し訳ない。ぼんじりがこれか、砂肝みたいな感じだ。あんまり分かってないんだ、ぼんじり。熱くね？熱いやん。あさりを抜いていきます。なんか本来だと、うん、インゲンを入れるらしいけど、やっぱ著作権的に一手間変えないと微妙だから、うんうんうん、アサリにすることにした。こっちの方がね、鶏醤油のコラボですね。じゃあこれに赤ワインを300入れます。はい。そこにマギーブイヨンを2個入れます。はい。でこれで、中火で10分ほど煮込みます。じゃあ10分待ちましょう。はい、はい、ということで10分経ったので開けますよ。はい、オープン。うわ、これ大丈夫なの？なんかわかんないな、こっち系の料理。あ、大丈夫そう、大丈夫そう。美味しそう、美味しそう。美味しそうだね。美味しそうかわかんないんだ。だってなんか、おどろおどろしい色や。まあ。でも赤ワインの。そうだね。でしょ？だいたい日本の料理もここ茶色だからさ、なそうに見えるじゃん。じゃあ、ここにでトマト缶を入れていきます。はい。で、沸騰したら完成です。あ、違う。まだ完成でありません、ね。トマト缶を入れて、あとはハッシュドビーフを。おい、どのくらいって書いてあったかな。これでまた煮立ってきたらハッシュドビーフ入れます。4分の1ブロックでいいらしいです。4分の1ブロックってなんだこれ。これ1個ちょっと味見しながら入れてみようか。はい、まあ、これにこんだけ味がついてるからね。ああ、まあそうだね。これちょっと味見させてもらう。小皿は良かった。ちょっと悩んだけどいい。うん。まだ準備段階って感じやね。あ、これを入れて完成って感じやね。なるほど。で、余ったアサリで酒蒸し。酒蒸し。で、これで2個入れてみようか。とりあえず4分の1ってどういうことなんだろう。2個入れようか。うん。鼻から倍入れます。ちょっと味見した感じ。うわ、めっちゃいい香り。お、味見これ溶けたかな。ちょっとこの状態で。うまい。おし。ハッシュドビーフってカレーなの？もう分かんない。ハッシュドビーフが何なのか俺も知らない。もう分かんねえや。カレー粉使ってないからカレーじゃないけどみたいな感じか。でもまさにハッシュドビーフの味がした今。じゃあこれで完成でーす。はい、見せていきましょう。お皿お願いします。了解です。素晴らしいです。いや、間違いなく美味しいです。いい昼ご飯だ。いいお昼ご飯になります。お茶っとでいいです。よし、ダイエット中だから。ダイエット再び。マジで？まあ普通ぐらい、もう1回ぐらい。はい、ありがとう。マジで？はい、ダイエット飯いけます。ぼんじりが入ってるからね。うん、ぼんじり大量。じゃあ僕も控えめにして。うわ、多め。おかわりしよう。いや、結構入れてるじゃん。ぼんじりいっぱいあるよ。うまそう。具だくさん。うまそうだね。うまそう、マジで。ルー多めがいいであろう。はい。はい、完成しました。はい、それではいただきます。いただきます。シュドリーフってなかなか食わないし、ぼんじりだからね。ぼんじり食べよう。うん、ぼんじり食べよう。どれでた、ぼんじり。丸っこいやつ、らっきょうみたいなやつ。うん、うまっ。プルプルやん。ぼんじりうまっ。うまっ。ハッシュドビーフ美味しいね。うん、うまい。あ、これうまい。ぼんじりカレーでもいけるね。うん、
豚汁いいね。いいね。来年こうや。作ってくれたやつ。バターがなかったんだ。うん。アサリってうまいね、やっぱ。ということで、はい。豚汁、ハッシュドー豚汁大成功じゃないでしょうか。大成功ですね。ありがとうございました。ありがとうございました。美味しい。ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら。はい。はい。